はい、皆さんこんにちは、バンダリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝の、北条氏政でのプレイをやっていきましょう。今まさにですね、豊臣徳川連合軍が北条領へと侵攻してきているという状況でして、小田原城はですね、堅牢ということもあって、何度か攻め寄せる徳川軍を撃退しているんですけども、信濃方面から攻め寄せてくる徳川軍に3つの城を奪われてしまったという状況ですね。こちらの3つの城を奪われてしまっています。で、これからですね、さらに徳川軍が、小田原城をはじめ北条領に侵入してくる可能性が非常に高いので、まずはこの徳川軍を撃退しつつ、北関東の、佐竹、これをですね、伊達と結んで撃退していきたいと思います。で、今ね、ご覧の通り伊達がかなり大きくなってます。おそらく北条よりも大きいんじゃないですかね。ちょっと確認してみましょう。伊達は、拠点が24で兵数が7万ですね。で、北条は拠点が21で兵数が7万、まあほとんど同じぐらいかな。で、徳川が拠点37、兵数18万ですね。豊臣が拠点38、兵数22万ということで、まあ、このままガチンコ対決すると徳川に勝ち目はないので、まずはですね、徳川の侵攻を防ぎつつ、ここにある佐竹を駆逐すると。で、佐竹の兵力を、あと武将ですね。北条はちょっとあまり、強い武将いないので、特に戦面ですね。ですので、佐竹を吸収して、兵力、武将の充実を図りたいというところで続きをやっていきましょう。まずはですね、今こちらの方に徳川軍が攻めてきてるんですね。八方に徳川軍が攻めてきてますので、この八方をまず守るというところからですね。で、援軍が出てきてますので、こちらも援軍を出していきましょう。まずは宇治政本体5300をあなたのためになるのなら八方へ送ります。で、クルリとかに関してはですね、我が戦敵対する勢力と隣接していないというのもありますので、ここも惜しみなく兵力を出していきましょう。で、元桜から出す勢力はというと、こちらの府中城の攻略に当てましょう。まあ、府中城を取ればさらに兵力的にはね、有利に立てるんじゃないかなと思いますので、そのようにしていきます。で、こちらからはそうですね、どうしようかな。とりあえずいつでも出陣できるように川越城あたりに布陣させておきましょう。いざ兵力不足になった時にすぐに八方に兵力を送れないと意味がないですからね。ではこれでいいでしょう。回収系は今はできないと思うので、このまま進めていきます。ではこれでターンを送っていきます。出陣する。おっと、押し城に対して松平秀康対4100が迫ってきてますね。であれば押し城へと進軍していきましょう。承知いたしました。出陣します。腕が鳴るぜ。で、この永井直勝1700と正幸か、これがどこに向かうかですね。ちょっとこれは見極めが必要そうですが、待機します。どうやら押し城へ向かうようですね。であればこっちは回線を仕掛けて一気に城を落としましょう。進め。できるだけ兵力の消耗は避けたいですからね。
命令を先月も終始です。では北関東の情勢と小田原は大丈夫だよね。終わった。小田原がこんな状態になってるとは。これはちょっと小田原に兵を進めましょう。小田原が落ちると話にならないというのもあるので、小田原城に兵力を差し向け直しましょう。これもし万万が一小田原が落ちるなんてことになるとちょっと厳しいな。急遽地方に差し向けてた兵力を小田原へと差し向け直しましょう。出陣するぞ。出陣します。小田原が大丈夫かな。この辺の兵力がなぜ小田原を守りに出ないのかがわからないな。三崎、玉縄、この兵力を合わせれば7000集まるんですけどね。まあいずれにしても急いで兵を小田原に集めましょう。これで決まりです。クソ、城が落ちたか。このまま行くと非常にピンチだな。先月の終始です。一旦ここまで兵を引いて、もう一体今向かってきてるので、そのもう一体と連携して進んでいきましょう。お任せください。なんとしても小田原城は死守しなきゃいけないから。うわっ、海戦か。普通の松平康長は統率が58、70、徳姫の方が高いですね。これならお任せください。始めようか。ここはできるだけ兵を失いたくないので、これは本当に北条征伐されるかもしれないな。おとなしくしてください。よし、やった。城攻めになったな。できるだけ兵を削っときましょう。回復したか。回復されると厄介だな。まずはどこで守るかですね。ここはもうやられてるのか。ってなるとここまで兵を引かなきゃいけないな。承知いたしました。これはこのまま行くとこの兵力がむざむざやられてしまうので、援軍が来たか。小田原城が落ちるとまずいな。まずいな。本当に小田原が落ちるぞ。これは我が道を開けよ。続きなさい。見切られては困りません。小田原城が先に落ちるっていうわけにはいかないからな。
少ない兵力をなんとか集めていくしかないですね。出るぞ。ウジテルがいるっていうのはまだなんとかなるな。ウジテルさえ来てくれれば。正直今佐竹攻めどころじゃないので兵を引きましょう。もうかすいところでも何でもいいので兵力を絞り出すしかないですね。出陣するぞ。なぜこの岬城とかから兵を出してくれないかな。コンピューターは貝姫が推し城の城主になりましたね。ご命令ください。先月の終始です。まあそれは置いといてだ。まだ小田原の耐久は8000あるな。私にお任せあれ。なんとか小田原城だけは死守しないと。関東がどんどん取られてってるな。防御力的にはまずここで。ここで一つ続けを止めていきましょう。で他はここか。かしこまりました。丸は侵入されてるのでなんとか本丸だけは死守しないと。かかれ。教えてやろう我が戦を。遊びは終わりだ。何どうしたっていうんだ。あそこを放棄して。敵が城内に侵入しました。かしこまりました。勝手に移動するなと言いたいですね。城門の守りを解いて参るぞ。何してるんだこいつらは。こらこら勝手に行くな。かしこまりました。かかる。これで決まりだ。これで決まりだな。なんかあいつらあそこから動く気配がないので牛政も王女を失ったら移動させましょうと言ってると移動してきたので牛政を戻します。続け。これで決まりだ。あやちゃんね。なんとかあやちゃんをちゃんと育てたいからな。小田原城だけは守らないと。かかる。このこいつら何をうだうだしてるんだ。マジ意味わかんない。三好と酒井さんは何をしてるんでしょうね。こっちとしてはね全然ありがたいんですけど、そこでうだうだしてくれてるのと言っているとこれは縄文突破されるな。
お任せください。承知いたしました。かしこまりました。続け。かかれ。城門が破壊されました。何、ちょっと遅かったな。ちょっと氏政はよくしましょう。で、後ろから横から攻撃できるような形を取りましょう。参るぞ。続け。これで決まりだな。これが戦の作法よ。なんとかしないとな。我らの意志見せるは今ぞ。我らの意志見せるは今ぞ。引くぞ。宇治政がやられたけど、残りの兵力でなんとか今原城は死守できそうだ。小田原城も残すは本丸まで攻め込まれましたね。なんとか撃退はできたけど、次早急に修復しないと大詰めが来たらやられますね。破壊されました。この攻め生きれない。遊びは終わりだ。教えてやろう、我が戦を退却。なんとか守りましたけど、もう裸城だな。何、ゴズメが来てる。これが2100か。鳥居元だとまだ健在か。1595年だと健在ですね。そうすると宇治政900でも欲しい。もう本当に自転車操業的な感じになっちゃってるな。何としても死守しないといけないな。あとはこの江戸城の改修をもう急がないと。いつ小田原城が落ちても正直言っておかしくないですね。止まれ。小田原が落ちるか。これは本当に何とか持ってくれ。鳥居元忠さえ退ければ何とかなるはず。よし、ご命令ください。先月の趣旨です。かなりピンチに陥ってますけど、すぐ兵を返して回復させないといけないですね。戻る。これはもう最悪、小田原と江戸だけ残してなんとか持ちこたえるっていう作戦に出ざるを得ないかもしれないな。佐竹はもう伊達に任せましょう。小田原と江戸を守るので北条としては精一杯ですね。ご命令ください。先月の趣旨です。城も石垣も回収したし、あと城郭だな。どうしようかな。これは正直言って兵糧庫とかをでも何でもいいんで作っときたいですよね。
補修部隊、保守の武将のより所属部隊が強化される。まあまあ、この仏像を建てる気もしょう。じゃあもうほんとのっぴきならない状況になってるからな。城もちょっと修復してもらわないと正直支えられる気がしないですよね。かといって最後の一城だけは何としても取りたいんですよね。そうなるとこの府中城にいつでも取り付けるようにしといた方がいいな。出陣します。というわけで織田城に一部の兵力を集めていきましょう。我が戦お見せしましょう。待機します。何？出陣します。かかれ。表情を始めましょう。先月の趣旨です。ちょっと待ってくださいね。もう佐竹の残るのはここだけど、すでに伊達が取り入っているので、あそこを包囲しても自分の城にはできないですね。であれば、御師城を守る方が優先だな。御師城を守りに行きましょう。で、八方がまた敵に攻められてるのかってことは小田原にも兵が来てんじゃないか。小田原は来てないね。であればやっぱりね、城をこれ以上失うわけにはいかないというのもあるので、八方城に兵を出していきましょう。腕が鳴るぜ。これで決まりです。八方城がどれくらい持つか、まだ持ちそうだけど敵の兵力もそれなりにいますね。かといって江戸城からは出したくないので、間に合うかな。くるりから兵を出しましょう。元桜からも、元桜はもう出してるのか。表情を始めましょう。先月の終始です。城へ戻る。江戸城の耐久をもうちょっと上げていきたいですよね。小田原はもう正直立てならない。敵が我が領内に向かっております。ご命令ください。ここは何としても守りきらなきゃいけない局面なので、小田原城と江戸城の守りを何としても強化していきましょう。まずは二の丸を作りましょうね。よし、19日で完成するな。実際の北条征伐があった時には、精鋭部隊は小田原に集めて、その他の城っていうとあれですけどね、その他の城っていうのは、その精鋭じゃない部隊が守ってたみたいなんですね。まさにね、今そういう状況になりつつありますね。我が戦、お見せしましょう。出陣するぞ。
やー、伊達は本当に心強いな。佐竹は本当は自分がね制圧したかったところではあるんですけど、まあ、そこはもう贅沢は言ってられないというか、自分のね城を守るので手一杯ですからね。鉄が足りないか。金は結構あるんで売っ払いましょう。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。これで回収できるかな。よし、これでだいぶ耐久は江戸城としてはほぼほぼマックスに近くなったんじゃないか。反転攻勢をかけられるような状況じゃないからな。取られた城をねもちろんできれば取り返したいんですけど、今徳川勢と相対しても勝ち目がないからな。よし、なんとかここは守りきったな。騎乗する、戻ります。八幡城もだいぶ頑張ってくれてますよね。先月の収支です。というわけで八幡城をちょっと大きくしたいけどさせてくれないね。で修復もできないと。小田原城は耐久が1000ぐらい上がってるかな。もうちょっとねがっつり耐久上げとかないと、また次徳川軍が侵攻してきた時にこれだとちょっと持ちこたえられないんじゃないかな。先月の終始です。はい、というわけで今回はですねもう本当に激戦を繰り広げた小田原城の戦い、まあ、毎回小田原城を守ってるんですけど、徳川軍との一戦をお届けいたしました。次回もですねおそらく引き続き、このまま徳川軍と戦いつつ伊達の助けを頼りに生き残りと領土拡大を狙っていくんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひその様子をですねご覧いただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますのでぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。